Spinner. Good morning, ケリーアンです。7月25日火曜日、世界で今起きていること。イスラエル国会の決定に対し、アメリカのバイデン政権をはじめ国際社会からの懸念が広がっています。このポッドキャスト Daily Brief では、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。イスラエルで史上最大のプロテスト。イスラエルの国会では24日、国内で大きな議論を起こしてきた司法改革の関連法案が可決されました。この法案は最高裁が合理性を基準に政府の決定を取り消す権限を奪う内容で、司法の独立性を脅かすものだと懸念されてきました。採決が行われた国会周辺では、朝から市民による抗議デモが実施され、数万人が行進に参加したほか、一部の企業がストライキを実行。およそ20人が逮捕されたと報じられています。採決を推し進めてきたネタニヤフ政権に対し、アメリカのバイデン大統領は妥協を求めてきたものの、その願いが実を結ぶことはありませんでした。オリンピック開催まであと1年。フランスのラグジュアリーブランド最大手、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンは24日、来年開催されるパリ五輪のスポンサー契約を締結したと発表しました。傘下のショーメがメダルのデザインを担当するとしています。モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンのスポンサーシップについては、昨年から国際動物愛護団体のピータが抗議活動を展開しており、同団体はモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンが毛皮の使用をやめない限りスポンサーとして受け入れるべきではないと述べています。パリ五輪の開催まであと1年となりましたが、ロシア選手の競技参加が認められた一方で、ウクライナの選手や代表チームの抗議の声も高まっています。サム・アルトマンの新プロジェクトが始動。オープン AI のサム・アルトマンが主導する暗号資産のワールドコインが正式にサービスを開始しました。このプロジェクトは人間と AI を区別するためのデータベースを構築することが目的で、ユーザー登録をしてオーブという専用マシンで目の光彩をスキャンすると、ワールド ID と呼ばれる ID が発行されます。 ID の発行が完了すると WLD というトークンを受け取ることができ、ベータ版の時点ですでに200万人がシステムへの登録を済ませました。今後は世界20カ国の35都市で登録のためのスキャンが可能になります。 WLD はすでに市場での取引が始まっており、月曜日には寄り付きの 1.7 ドルから一時 3.58 ドルにまで値上がりしました。 Twitter はロゴも変更済み。ネットを騒がせていた Twitter のサービス名変更は24日に一気に進み、ウェブ版ではおなじみの青い鳥のロゴも新たな X のロゴに変更されました。ソーシャルメディア上には、アプリ公開から17年間使われ続けてきたサービス名ロゴに対して別れを惜しむ声が数多く投稿されています。テッククランチなどのテックメディアは、イーロン・マスク以下現経営メンバーによるツイッターのクリエイターの収益につながるスーパーアフリカ構想の実現がさらに加速すると報じています。一方、 TikTok はテキストのみの投稿ができる新機能を発表しています。ただし、メタのように新たなアプリをリリースするというわけではないようです。ゴールデンレコードが競売にかけられる。 NASA アメリカ航空宇宙局は、1977年に打ち上げた探査機ボイジャーに、地球上の生物の鳴き声や様々な言語、そして画像を記録した金のディスク、いわゆるゴールデンレコードを積み込みました。レコードは合計8枚作られ、うち2枚が探査機に搭載されました。そのマスター録音のテープが27日サザビーズのオークションに出品されます。このテープはゴールデンレコードの制作に関わった天文学者のカール・セーガンの妻アンドルーヤンの個人コレクションから提供されました。予想落札価格は40万ドルから60万ドルです。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は、デイリーブリーフをぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでフォローしてくださいね。リスナーの皆様の応援により
デイリーブリーフは徐々に魅力的なコンテンツにアップグレードしています。これからもこのポッドキャストを周りの友人や同僚、SNS などに共有して応援していただけると嬉しいです。感想などはレビューでお待ちしております。ケリーアンでした。 Have a nice day!